どうも、収納時、こじまじっくというわけでございまして、皆さん、在宅勤務時はどこでお仕事されてますか？なかなか専用スペースの確保って難しいですよね。そこで今回ご紹介したいのが、こちらの格納タイプデスク、スイッチプラス740です。早速、5つのポイントをご紹介いたします。まずはポイント1、限られたスペースに収まるコンパクトサイズ。ということで、使用するときはこのようにセットするんですが、この状態のサイズからご説明いたしますと、製品名スイッチプラス740というぐらいですから、幅は74センチ、デスク部分の奥行きは37センチ、一人が作業するのに必要なスペースが幅60センチ、奥行き40センチですから、本当に広すぎず狭すぎず、ちょうどいいサイズなんです。そしてデスク部分なんですが、耐荷重が20キロまでということで、非常にしっかりとした作りです。そして使用しないときは、このように簡単に格納できて、すっきりと収納できちゃうんです。しかもこの薄さ 16.9 センチしかないんです。でもうちだと取り付けできないかもと思った方、ご安心ください。ポイント2、3つの施工方法から選択できる。1つ目がビスで壁に固定する方法、2つ目がオンボード工法といって、専用の桟を接着剤で壁面に固定して、その桟に本体を取り付けるので、穴を開けることのできない壁や下地のない部分でも設置可能です。最後3つ目、壁埋め込み施工。本体自体を壁に埋め込んでしまうので、なんと出っ張り部分をおよそ5センチに抑えることができるんです。そして壁固定しますので、地震が起きても倒れてくる心配もなく安心です。立ったままパソコン作業したいという方もいらっしゃいますよね。お任せください。ポイント3、オプション品でカスタマイズということで、高さおよそ105センチの部分に、奥行きおよそ23センチのスタンディング用デスクを取り付けられるので、気分を変えながら作業することができるんです。コンセントのコードが気になるという方、大丈夫です。ポイント4、コンセントユニットを標準設定ということで、本体の内部に電源2つ、もしくはこのように電源と USB1 つずつを選ぶことができますので、パソコンやスマホの利用に最適です。足元のコードが気になることもありません。そして最後ポイント5、多目的に使えます。お父さんやお母さんが在宅勤務用として使っていたスイッチプラス、コロナが収束したとしても、お子様のリビング学習やちょっとした家事や趣味の作業台としてもお使いいただけます。あと、私が実際に使用してみて感じたことが、こちらの両開き扉が壁の役目もしてくれるので、ちょっとした個室感もあって、仕事や勉強にも集中していただけると思います。というわけで、こちらのスイッチプラス740はいかがだったでしょうか。住宅購入またはリフォーム工事を行う方は、グリーン住宅ポイントを活用すればスイッチプラスがお得に手に入るチャンスです。ぜひお早めのご検討をお勧めいたします。以上、収納時、こじまじっくでした。